大自然の宝庫オーストラリア。その広大な大陸には世界でも類を見ない珍獣たちが数多く生息している。その代表的な動物が有袋類と呼ばれる動物である。哺乳類ではあるが、子供が極めて未成熟な状態で生まれるため、母親のお腹にある袋の中で一定期間育てられるのである。カンガルーやワラビー、コアラ、ウォンバット、タスマニアンデビルなどが有袋類として知られている。この動物たちはオーストラリアと南アメリカのごく一部、つまり南半球にしか住んでいないのだ。太古の時代、地殻の変動などで大陸が分かれた際、有袋類の天敵となるライオンやトラなど獰猛なネコ科の動物がオーストラリアに渡ってこなかったためであるとされている。そしてオーストラリアは地球上で唯一の有袋類の天国となったのである。その有袋類の仲間がバンディクーである。バンディブーとかバンデークなどと間違えられるが、それは誤りである。学術上もバンディクーという名前を持っている有袋類なのだ。決して犬やキツネ、オオカミではない。ではバンディクーとは一体どんな動物なのか。バンディクーは学術上有袋目バンディクー科に属し、生存するものの中には体長60センチメートルに及ぶものまで存在する。しかしそのバンディクーも今、環境破壊などの影響を受け絶滅の危機に瀕しているという。オーストラリアで絶滅寸前のバンディクーに会うためにクラッシュ君は旅立つ。果たして仲間たちに会えるのか。幻の珍獣バンディクーを訪ねて空へ、海へ、恐怖の密林ジャングルへ。クラッシュ君はバンディクーを求めてオーストラリア中を探し回った。そして明かされるバンディクーの謎、クラッシュ君のオーストラリア大冒険が今始まる。生まれ故郷のタスマニア島に久しぶりに里帰りしたクラッシュ君。バンディクーが数多く生息しているのはオーストラリアと南極の間に浮かぶタスマニア島。北海道とほぼ同じ面積を持つ島なんだ。まず最初に彼がやってきたのはトロワナワイルドライフパーク。可愛いウォンバットや全身が針で覆われたハリモグラがいる動物園。君にそっくりの動物がいるよと案内されたのがこのタスマニアンデビル。確かに似ているけどちょっと違うみたい。その愛らしい外見に騙されちゃいけない。その性格はまさにタスマニアの悪魔。カミソリのような鋭い歯を持っている肉食で凶暴な動物なんだ。おいおい、早く檻から脱出した方がいいのではないかい。なんとか一命を取り留めたクラッシュ君が次にやってきたのはオーストラリア第二の都市メルボルン。クラッシュ君、迷子になったんじゃないよね。可愛い動物がいると聞いてやってきたのがメルボルンから車で2時間のフィリップアイランド。地震過剰のクラッシュ君にとって可愛い動物とは自分のことしかありえない。今度こそバンディ君なのか。すっかり日が暮れた夜9時、海から群れを成してやってきたのはフェアリーペンギン。彼らは毎晩このように海岸の巣に戻ってくるという。フェアリーペンギンはグリーンの仲間。仲良くなれたみたいだね。次に向かったのはゴールドコースト。大勢の観光客でにぎわうリゾートタウンなら新しい情報をつかめるかもしれない。ゴールドコーストで一番人気のある観光名所が動物や野鳥たちの自然保護区カランビンサンクチュアリ。オーストラリアにしか住んでいない野生化した犬ディンゴがいた。一生懸命手を振っているけど、クラッシュ君は犬じゃなかったはずだよね。ここの名物はカラフルな小鳥ロリキートへの餌付け。餌を持っていると体に止まってくれる。でもこんなことで油を売っている暇はないはず。バンディクー探しはどうなったんだ。続いてやってきたのがドリームワールド。遊園地と動物園が融合したようなアミューズメントパーク。楽しいのはわかるけど、ウォンバットの赤ちゃんに餌なんかあげてていいの？しつこいようだけど、今回の旅の目的はバンディクー探しなんだからね。ドリームワールドの人気ナンバーワンはやはりコアラ。今では珍しいコアラを抱いたまま記念撮影もできる。
いやだから君までやる必要はないんじゃないかい。元気なクラシ君もさすがに疲れの色を隠せない。そこに飼育係のおじさん登場。おう、バンディクーかい？あっちにいるよ。ついておいで。ついにバンディクーに会える。探し求めていたクラシ君の仲間、バンディクーだ。バンディクーは異常に数が少なく絶滅の危機にある大変貴重な動物です。姿形はネズミに似ていますが、お腹に袋を持つカンガルーの仲間なんですよ。カンガルーやコアラの仲間、バンディクー。他の有袋類と同じく夜行性で、嗅覚と聴覚が優れている。暗い森の中でも敵や餌がよく見えるように目は非常に大きい。地面を掘って植物の根や球根を食べるが、小動物も餌にしている。足の構造や爪の形などからもバンディクーは草食性から肉食性に変わりつつある段階の有袋類だとされている。生まれた赤ちゃんはネズミそっくり。外敵から身を守るために生まれてからもしばらくは母親の袋の中で暮らす。その袋はカンガルーなどと逆で入り口が下についている。これは穴を掘ることにかなりの時間を費やすバンディクーにとって都合が良いのだ。生まれ故郷オーストラリアで絶滅寸前の仲間バンディクーに会えたクラシ君は決意を新たにした。絶滅の危機に瀕している動物はオーストラリアだけでなく世界中にいる。彼らを守るためにもっと自然や動物を大切にしなくては。地球と動物たちを愛するクラッシュ君の冒険はまだまだ続く。珍獣の代表として頑張れクラッシュ。